こんばんは、しほです。マインドウェーブ様より5月の新作アイテムを届けていただきました。こんな感じで今回も可愛いアイテムたちが盛りだくさんなのでご紹介していきます。そして今回もいつもの可愛いカードが入っていました。ありがとうございます。それでは早速どんどん見ていきたいと思います。まずはシートステッカーたちから見ていきます。今回の新作は4シリーズありまして、枚数は全部で24枚になります。まずはこちらのメリーフレンズステッカーです。こちらは全部で6種類です。1枚開封してみます。こちらのステッカーはマスキング素材でした。絵本から出てきたようなテイストで動物たちの生活が描かれています。台紙のデザインも可愛いので、この上のちょっと見にくいんですけどリボンの部分もカットして一緒にデコしようと思います。私はこの狼の夜更かしが動物たちの小物や他のものたちも可愛くて気に入っています。台紙の裏に各キャラの性格などが書いてあるので、それを見比べるのも楽しいステッカーでした。次はジャストチリングステッカーです。こちらも全6種類です。5月の新作の中でも特にお気に入りのシリーズです。優しいカラフル感がとっても可愛いです。このシールには男の子メインのシールもあります。あんまり男の子のメインの柄って少ないように思うので新鮮に感じたし、パンやコーヒーとの柄なのでとっても使いやすそうで早くデコしたいです。ちなみに素材なんですが、おそらくミラコートだと思います。こんな感じでツルツルしていて光沢がある素材です。マスキングとは違って透け感はないです。向かい合わせにして一緒にお茶してる風でも可愛くなりそうです。タイトルや服装など可愛いがたくさん詰まったステッカーになっています。3つ目はマチマップステッカーです。こちらも全6種類です。
台紙が地図のようになっていて、その上に橋や町の建物などのシールのピースがあります。こちらのステッカーはマスキング素材なので小さいピースなんですが、とっても貼りやすいです。このシールと台紙を合わせてみたときに、クジラは海から顔を出していたり、船も浮いていたり、橋もちゃんと海の上にかかっています。こんな風に凝った作りになっているのもこのシールの魅力だなと思っています。他の柄も全て同じように細かく作られています。バーチカルなどで使うのももちろんですが、タグコラージュなどが好きな方にもおすすめなステッカーです。新作ステッカー最後のシリーズは今日も一日ステッカーです。このステッカーは1日のうちの時間帯の4種類とお休み、レジャーの計6種類になっています。台紙の時計の部分を見てほしいんですが、ちゃんとモーニングは9時、イブニングは20時になっています。日常でその時間帯に見かけるいろんな人たちがシート上にたくさん描かれています。午後に配達員さんを見かけたりお茶しているのはあるあるだなと思っています。自分もその日やその時間によくしている行動ばかりなので、見ていてとっても楽しいです。素材は透明ペットでした。カラフルさがよりわかるし、無地のシールとの組み合わせも絶対可愛いです。時間帯でシールを選べるので、時系列に書くバーチカルの時など貼りたいシールがすぐ見つかるのがいいなと思いました。 M5 やミニ6でも大活躍しそうなステッカーサイズでした。ステッカーの紹介が終わったので、次はマスキングテープに行きます。クリアテープ7ミリ幅の新作です。全部で14本も新作として登場しました。箱押しタイプのテープもあるんですが、14本のうち半分の7本は箱押しタイプになっています。早速マステ記録していきます。できました。どのマステも7ミリ幅で長さは5メートルになっています。こうして14本並べるとさらに豪華な感じです。白押しの繊細な光り方もとても綺麗です。動物は25匹等かなもいました。今回のこのクリアテープの使い方として、好きなサイズの枠が作れたり、さまざまな貼り方が楽しめるとありました。後でデコするときにやってみたいと思います。以上のステッカーとマスキングテープが5月新作でした。
店頭の他にマインドウェーブ様のオンラインストアでも購入できますので、ぜひご覧ください。ここからのアイテムはマインドウェーブ様が新作のアイテムと一緒に、良ければぜひと送ってくださった、こちらをご紹介していきたいと思います。全部で4点になります。こちらは文具女子博限定で販売されているものです。バインの限定リフィル3種類になります。クラフトペーパーとトレーシングペーパーと無地になっています。実際に私も文具女子博ですでに購入していたんですが、クラフトペーパーのみ2つ購入して、あと2種類は1つずつしか購入しなかったことを少し後悔していたので、送っていただけて嬉しいです。そしてこちらのデコブック&シールセットです。これはデコ部の皆様のデコや使用アイテムなどが詳しく載っている本です。デコ講座なども載っている豪華本です。そして限定シール2枚付きになっています。本の中身は見せられないのでシールだけご紹介します。1枚目はイラストや英字が可愛いシールになっています。実際にあるシートシールがイラストとして描かれています。曜日があるのも手帳に絶対使えるし嬉しいですよね。2枚目はこちらのベースシールです。きっちりとハサミでカットしてもいいし、ちぎっても可愛いです。本も限定リフィルも文具女子博のマインドウェーブ様ブースで出会えると思うので、今後の文具女子博に行かれる方はぜひ注目してみてください。では新作などを使ってデコしていきます。ここからは速度を上げて少なめの字幕のみでお送りします。
Thank you.